はい、本日はですね、僕が持ってるダウンジャケットを全て着ていきたいなというふうに思います。ということで、いよいよ着てしまいました。とうとうね、このはっきり言ってめんどくさいことがね、やらないといけないんですけども、まあそれでね、何着あるかっていうのを僕ざっと数えただけで20着以上はあったんですけども、まあ着ながら、こういうのこんなんですよね、サイズこんなんですよねっていきたいなと思います。まず1着目っていうのがこちら、手元にあったんで紹介します。こちらズドン、ミズサーダウンの、マウンテニアっていうモデルかなです。着用していきましょう。はい、こちらがですね、L サイズで着用しております。基本的にはまあ日本サイズなんで、いつも あのサイズ感の問題ないと思うんですけど、やっぱもともとね、スポーツブランドやから結構細めっちゃ細めなんですよね。で、価格も確か10万円ぐらいする結構いいダウンなんですけど、もともとはね、あのオリンピックの、選手用の服から始まったっていうことで、まあ、海外でも同じような事例があってね、何があったかって言ったら、モンクレールが全く同じなんですよ。モンクレールってもともとフランスで始まったんだけど、フランスの代表、オリンピック代表のユニフォームというか、ダウンとかを作ったっていうのがあったんですけど、このデサントも同じように日本の、バンクーバーオリンピックのユニフォームを作って、そこからねアパレル展開してるっていう感じで、まあ、和製モンクレールみたいなね立ち位置かなと思います。で、あのちゃんとね撥水の加工とか、水を弾いたり防水であったりとか、いろいろこうハイスペックな機能があって、ベンチレーションがあったりするんですけども、これはね、まあ、一言で言うと都会の人向けのダウンジャケット。ちょっと電車で暑くなったらベンチレーションもできるし、前のジップをね2段階に分けて閉めることができるので、こっちで閉めちゃえば密封するし、こういう感じでねガチャンって閉じちゃうし、こっちやったらちゃんと隙間のメッシュのところから風が入ってくるということで、より都会に適してるっていうような、ね、ダウンジャケットかなとは思います。で、次がね、同じく水沢ダウンいきましょう。次はですね、こちら、また見た目が全然変わらないってことなんですが、これね、ゴアテックスモデルです。これに関しては昨年出た、2021年に出たモデルなんですけど、値段がね確か5万円ぐらい高くなって15万円やったと思うんですけども、こちらサイズはね XL サイズで購入します。さっきよりちょっとワンサイズ大きめでは購入させていただきました。まあ使用感っていうかサイズ感としては、僕は多分 L サイズの方がぴったりはまってて、余計な余白がないんで、あの暖かかったんですけど、これ今ちょっとね、あの隙間が結構あるんで、ちょっと熱逃げてるなっていう感じはしますけども、まあ、サイズ的には日本サイズでいいと思います。僕 XL だとちょっと大きいかなって感じで、ここにゴアテックスって入ってあるんやけども、ちゃんとゴアテックスが採用されてるので、先ほど紹介したこのマウンテニアも、同じく防水やけど、さらにこうゴアテックスの防水が使われてるということでね、まあ、よりちょっとワンランク上のダウンジャケットになってるんじゃないかなと思います。ただこれベンチレーションとかはないから、まあ、イメージ的にはどうなんかというと、アウトドアジャケットの立ち位置にちょっと近いかもしれないですね。アウトドアでゴアテックスの防水ジャケット結構今から出てくるんですけど、まあ、そことあんまり変わらへんから、そう考えるとちょっと15万円は割高な気はしませんではないけども、まあ、そういったジャケットになっております。ただ保証とかもね結構手厚くあるので、まあ、その辺をどう考えるかという感じなんですけど、こちらゴアテックスの水沢ダウンのジャケットです。あの個人的な質感としては、通常モデルの質感の方がマットな質感で、ゴアテックスモデルはちょっとシャリシャリした質感になっているので、個人的にはちょっとマットの方が好きなんですけどね、こういった自己紹介になっておりまして、次はねノースウェストの人気アイテム、こちらズドンということで、バルトロライトジャケットを2連チャンでいきたいなと思います。まあ、バルトロに関してはね、いろんな動画で皆さんお話しされてるし、僕自身も喋ったことあるからそんなに深くは言いません。これがね M サイズになっております。では次 L サイズきます。はい、こちらが L サイズです。ちょっとね色味があのブラックじゃないので大きく見えるかもしれないですね。同じブラックやったらそこまで大きく見えへんけど、ちょっとグレーとかに色味にしてるんで、ちょっと大きく見えちゃうかもしれませんが、これがね L サイズで、カラーをカスタムしております。値段は確かプラス4万円ぐらいしたら、カラーはね、大阪と東京でやったらできると思います。渋谷と、大阪梅田やったらカラーのオーダーができるんですけど、ちょっと今他のところでやってることは知らないんですけどね、それでやらせていただきました。中がねこんな感じの色味に変更しております。これはねそろそろもう僕の手元から離れちゃう可能性はあるんですけど、またそれはそれで動画で作りたいなと思いますので、楽しみにしてください。では次はヌプシーいきましょう。ノースウェストでもこれ人気のジャケットね、ヌプシージャケットっていうジャケット、これは日本規格のヌプシージャケット、XL サイズできます。はい、ということでいかがでしょうか。これ軽いですね、やっぱめちゃくちゃ軽い。今まで着てるジャケットの中でも一番軽かったかもしれんけど、こんなジャケットですね。 XL サイズなんで、まあ、普段やったら L でもいいとは思うんやけども、ちょっとねあの大きめには着ておりますが XL サイズで、次のこっちが海外モデルです。海外モデルの M サイズです。だから日本で言うたら L か、まあ、M かどっちか間ぐらいかなって感じですね。はい、と、まあ、こんな感じでございます。これが、海外モデルの、M サイズですね。僕やとちょっとちっちゃいような気はせんでもないんやけども、ちょっと身幅に逆に余裕が出て、丈がちょっと短くなっているような印象ですね。シャツもこうやって思い切り出ちゃってるので、まあ、これはこれでこういう着方もあるかなと思うんですけど、ヌプシの M サイズでした。では次行きたいなと思いますが、次はですねちょっとブランドとかバラバラでいきますね。手元にあるやつからいきますので。
ではこちらですね、モンクレールのマヤという、まあ、人気のモデルですね、これの、3というサイズです。3というサイズ、海外でいうと L サイズなんですけど、はい、出ました。キャッチの兄じゃないかい、どう見てもキャッチの兄じゃないかいって思うと思うんですけども、僕は一回もキャッチの仕事したことないですがね、見た目がこんな感じやからあれなんやけども、中身は全然あの正反対です。そんな感じじゃないんやけども、見た目がどうしてもなんかパリピで生まれてきちゃってるんでね、そういう風に見られますけども、中身とはまた全然違うあのタイプですよっていうのはお伝えしておきますが、まあ、そんなことでもね、これがモンクレールのマヤというモデルの3っていうサイズですね。2やとちょっとちっちゃかったということで3にしたんですけども、そういったモデル、これはもう綿がねとにかくいいので、まあ、それは皆さんご存知だと思うんですけど、モンクレールでした。では次行きましょう。こちらナンガのホワイトレーベルというモデルです。まずナンガの通常モデルも出しないのに先にホワイトレーベル出すという順番がむちゃくちゃなんですけども、まあ、その辺はご愛嬌いただきましょう。これ見てくださいよ、ジャパンって入ってるでしょ。ナンガジャパンって入ってるんやけども、まあ、国産でちゃんと作ってますよというところですよね。ではこちらがですね、ホワイトレーベルという北海道の最も寒いって言われている旭川っていう地域があるんですけど、そこがマイナス40度を記録したことがあるんですよ。そのマイナス40度じゃ寒すぎるってことで、日本のダウンメーカーとコラボして作った最高級のダウンジャケットがこのジャケットなんですよ。だから中の綿がね、モンクレールに匹敵する、もしくは同等、もしくは勝つんちゃうかっていうぐらいの、じゃあどれやねんって言われたらわからないけども、まあ、そういったね綿が使われてますので、非常に、まあ、コスパがいいというか、9万円するんですけど、これで9万なんですかっていうようなダウンジャケットなんですけど、まあ、それがこのジャケットということになっております。このジャケットはね、今回紹介する中でもトップ3に入るぐらいの中の綿がいい綿を使ってます。あのジャケットがかっこいいとかそんな一か話別にして、綿の質だけでいうとこのトップ3に入ってくるような、ね、綿が使われております。では次のグループ B たちを並べたいなと思います。こちらがねグループ B の面々でございます。ではまず1着目っていうかね、次引き続きやっていきたいなと思います。こちらもノースフェイスです。ノースフェイスでも人気のダウンジャケット、マウンテンダウンジャケットというジャケットで、比較的また出てからでも5年6年ぐらいしか経ってないダウンジャケットなんですけど、まあ、めちゃくちゃね人気のダウンジャケットですね。これ僕 M サイズです。だからこのジャケットに関しては M でよかったなと思うんやけども、 L やったらもうちょっと大きいんかなと思いますので、マウンテンダウンはもともとサイズ感がちょっと大きめということでね、思っていただいて大丈夫かなと思います。でこれもね、さっきの、ミスサダウン同様ゴアテックスが採用されておりますので、まあ、ゴアテックスを使ってるのにもかかわらず7万円ぐらいで購入できるって考えると安いような気もするし、でも中の綿で考えたらやっぱ水沢ダウンとかの方がいい綿使ってるんちゃうかなとかって思ったりするけど、まあその辺に関してはちょっとまたいろいろ動画やりましょう。そして次のジャケットもですね、こちらも実はノースフェイスなんですよ。全然ロゴもないやんと、どこにロゴも何があんのって思うかもしれないんですけど、これはね2021年の秋冬かな、なんか小栗旬さんがドラマで着てたんですよ。だから僕この正式名称忘れたんですけど、小栗ダウンと勝手に名前をつけております。だからね、着てみたいなと思います。はい、とまあこんな感じでね、こちらサイズがですね実は M サイズなんですよ。だからちょっとちっちゃいんですよね。なんでちっちゃいの買ったんって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、その小栗ダウンが出たって僕知らんくて、ドラマ見んからね、嫁から小栗ダウン出てるよって言われたから、そら買わなあかんやないかいって言ってパッてネット見たら、もう L が完売してたんですよ。 XL も完売、もう M しかない、もうそんなサイズなんか入らんでもいいから、とにかくレビューさえすればいいから、とりあえず買っちゃまえって買ったんですけど、見事サイズが小さいでございます。ちょっと手を挙げるとですね、もう袖が足りておりませんが、まあ普段着るようじゃないので、これはこれでね動画作って参考になったって言っていただいた方もいらっしゃったんで、よかったなと思いますが、これがオグリダウンということになります。値段は確か8万か9万ぐらいだったと思うんですけども、ちょっとはっきり覚えておりません。ノースフェイスにしてはね、ちょっと珍しくマジックテープがねこう丸い感じになってるっていうのが、あの珍しい感じだったんですけど、確か小栗旬さんはスーツの時に着てはったと思いますが、このオグリダウンということになっておりました。そしてですね、次がズドン、こちらベージュのちょっとおしゃれな感じのダウンジャケット。こちらはですね、釣りメーカーで大人気のあのダイワが出しているファッションブランド、ダイワピア39か39かなんかわからんけど、ダイワのブランドでございます。釣りやってはる方やったらこれ見覚えあるでしょ、このロゴ。はいはいはい、よく見るねって、ダイワのロゴね。でゴアテックスのインフィニウムも使われてるんですけども、まあちょっとこれの細かい話は今日はしません。もうそれしたらもう終わらへんから、この動画ね。でまあこんな感じですね。これね、質感がめっちゃいいんですよ。生地の質感、なんていうの、マットな感じなんやけども、ちょっと高級感のあるようなマットな素材使ってて、さすがスポーツメーカーですよね。釣りメーカーやから、こういういろいろこだわってんねやろなっていうのがね、めちゃくちゃ随所に現れてるんですけど、ただこれに関しては2020年のモデルなんで、もう今は販売しないと思うんですけど、この2020年から始まったんですよ、あのアパレルがね。だからその時に一番最初に買ってみたんですけども、確かねビームスのデザイナー参加かなんかとコラボしてるかなんか忘れたけども、デザインはそういうおしゃれなファッション業界の人に任せて、機能は自分らの得意なアウトドアメーカーというか釣りの機能を活かしているというようなジャケットになっているので、めちゃくちゃ注目集まったんですけどね。
そういったダウンジャケット、唯一僕ダイワさんで持ってるのがこのね、なんでダイワだけ3つけてんねんっていう話じゃないけども、持ってるのがこの1着だけなんですけども、そういう1着でした。次はこちらアークテリクスのサーミパーカー。アークテリクスはこの骸骨みたいなマークないですね、このサーミパーカーですが、これもねちょっと街用っぽい感じのねダウンジャケットでしょ。で実際問題パッて着てみたらね、めちゃくちゃこう街中でパッと着れそうやんと、パッとこう着てね出かけたりできそうやんっていうような感じなんですけども、しっかりこれもゴアテックスが使われております。だからねゴアが使われておりますので、どうやって映るんかな、映ってるんかな、わからんけどゴアテックス使われておりますので、防水とかしっかりあの雨とかも弾いてくれるので濡れる心配とかないっていうのが、見た目はめちゃくちゃスタイリッシュやのに、ちゃんと機能まで考えられてるんだね。お値段いくらですか。これも9万です。高えってことでね、ダウンジャケットやっぱ高なってくるんですけど、10近く出してくるとねいいダウンジャケットが買えるんですけども、そういったダウンジャケットですね。そして B チーム最後、こちらまたノーセンス戻ってきました。ズドンということで、アンタークティカパーカーというねダウンジャケットをご紹介していきます。これこそねノースフェイスが得意なダウンジャケットなんですけども、本当に南極大陸とかでこう死ぬかもしれんっていうような状況で着れるようなダウンジャケットなんですよ。だからこれを着てて死ぬことはないでしょうと。でも逆に言うとこれこそオーバースペックなんですよね。普段着るにしてはもうめちゃくちゃ重たいし、めちゃくちゃ暑いんですよ。だからこれはなかなかこう着る機会ないんですけども、まあ、本気で作ったらこんなもんもできるよというようなジャケットですよね。それが、こちらアンタークティカパーカー。北極じゃなくて南極大陸のマークもついてますが、そんなとこでも使えるんだよ、このロゴついてるでしょ、ほら見なさいっていうようなねロゴがこの型についてるというのがアンタークティカパーカーでございます。以上 B チーム、OK ですね。次は C チームいきましょう。はい、ではですね C チームの皆さんに来ていただきました、ありがとうございます。では、まずはこちらノースフェイスのビレイヤパーカーを着ていきたいなと思います。こちらサイズ M サイズなんですけども、ちょっとビレイヤパーカーって実はインナー着る用で考えられてるんですよ。だからインナーで中にこういったフリースとかこういうマウンテンジャケットとかを着た上でこう着れるようになってるので、あえて大きめなんですよね。なので僕は普段 L サイズなんですけども、1個下げてほんまにちょうどいいというか、全然ちっちゃくもないっていうのサイズ感なんですけど、そういった感じですね。ノースフェイスは珍しく単色、切り替えがないモデルになっておりまして、これも一応ゴアテックスのインフィニウムっていうモデルが使われてはおります。インフィニウムって何なんですかっていうと、またこれも話が長くなりますので、バッサリ行かせていただきたいなと思いますので、次行きましょう。そして次こちらズドン、またこれもノースフェイスが本気で作ったダウンジャケット、ヒマラヤンパーカーということで、見た目はバルトロそっくりなんですけども、バルトロのもう一個上と思っていただいたら大丈夫かなと思います。これもサイズは M サイズなんですけど、見てください、すごいでしょ。これも南極大陸じゃなくて登山ですね。登山のすごい高い山の山頂で着る用として作られておりますので、中にこういろんなものを着た上で羽織るというようなジャケットなんで、街中でこんな歩いてる人いてますよね。こんなボワボワで歩いてる人少ないと思うんですけど、ほんまに山の頂上で着たいんやったらもうこれでしょというようなダウンジャケットになっておりますので、これは M サイズで、さっきも言ったかな、サイズがちょっと大きめになっておりますので M サイズで購入しております。そしてですね次がこちらですね、ノースフェイスアコンカグアジャケットということで、非常に名前が言いにくい、だからもう覚えてもらわなくて結構です。なんかこのジップインジップできるやつって覚えておいてくれたらいいですけども、あ、ジップインジップわからないよっていう方いらっしゃったらね、それも説明すると、2時間ぐらいかかりますので、バッサリこれも行かせていただきます。着てみるとですねこんな感じです。なんかダウンにしては結構すっきりしてるなっていう印象じゃないですか。でなんでなんかっていうと、これも一応ねこの上に羽織るようなんですよ。こっから中間着としてこのダウンを使って、さらに上をねこういうジャケットとジップを連結させるっていう機能があるから、ジップインジップっていうんですけども、まあ、そういった機能があるので細身に作られてます。それが皆さんこの名前なんていうか覚えてますか。もう覚えてないですよね、アコンカグアっていうんですけど、こちらサイズが L サイズで着用をしておりました。では次はですねこちらキャンプシラショートというジャケット、これに関してはねちょっとあの曖昧なところがあって、ダウンではないんですよ。だから中綿ジャケットやからダウンじゃないやんって言われたらちょっと C なんですけども、そういったジャケットになっておりまして、こちら L サイズで着用しておりますね。ノースフェイスが一番最初に出したダウンジャケット多分これやったと思うんですよ。だからそれぐらい昔からあるなんていうの、半永久的というか、もう元祖中の元祖っていうダウンジャケットでね、今やさバルトロとかヌプシとかあるけども、その前にこのキャンプシェラショートショーっていうことで、こちらをね一応入れさせていただきました。この一言言うとかんとね、コメント欄にいっぱい来ますから、いやそれはダウンじゃなくて中綿ジャケットじゃないんですかとかっていっぱい来ますので、先に言っておきました、こちらはダウンではございません。はい、ということでね、まあ、続きあったわ。次がですねこちらナンガになります。あれナンガってさっき聞いたな。その通りでございます。序盤に出したダウンジャケットの、インラインですね、元のタイプのダウンジャケットがこれで、派生してこのオレンジの最高級のやつができたんですけど、じゃあ元々のダウンジャケットどんなもんなんかいっていうのをね見ていただこうと思います。日本のブランドなんでサイズは確か L サイズですね。 L サイズで着用してみます。ズドンということで、
こちらいかがでしょうか。まあ、サイズ感的にも一般的なダウンといえばこれですよね。でなんだってもともと横田布団って言って布団屋さんやったんですよ。で布団屋さんから、社長さんも今横田っていう人なんだけど、あの継いでいって何代目3代目ぐらいの人なんやけども、でその人が南賀っていうね、あのなんで横田やのに南賀やねんっていう話になってるんですけど、南賀っていう山があるんですね。でその山を越えれるようなっていう意味で、なんかシュラフができたんですけども、そういった寝袋をまず作って、寝袋を応用して、初代が布団、2代目寝袋、3代目社長がダウンジャケットみたいな感じでこう応用していったっていう感じなんですけど、まあ、そういった一般的なダウンジャケットのシルエットかなと思いますが、そういうダウンジャケットですね。こう表にモコモコが着てなくて裏に着てるっていうところもね、より保温力が高いっていうところもありますので、外側には防水の加工もされてると。でこれで値段が安いんですよ。4万円ぐらいで買えるんで、ここまでのスペックあって4万円やったら、はっきりでも買っただけで元取ってるようなもんですわ。で次がね、この南賀のさっきのやつモデルからもう一個上のモデルが出たんですよ。だから南賀の直営店でこれがベースモデルで、それの上がこれ、さらにもう一個上がコラボしてるやつでこれっていう感じで、これこれこれって言ったらどれかわからんねんけども、その上のラインですね、南賀で売ってる一番上のラインっていうか、それがこちらのオーロラライトダウンかな、そういった名前のダウンジャケットやったかなとは思います。ただ一点気になるところとしましてはですね、南賀の、細かいところなんですけど、こういうベルクロとかがちょっと安いベルクロ使われてるんです。もうちょい高いやつもあるんですけどもね、これは非常に安い、ね、あのマジックテープが使われておりまして、そのコラボしたやつだけもう一個高いやつの、ベルクロが使われておりますので、まあ、中綿にねその分こうお金かけてて、あんま外にはお金かけてないのかもしれないんですけどもね、こういった金具の部分とか、このフードのこうキュッて縛る部分とかね、まあ、その代わり、綿はしっかりしてるというようなダウンジャケットですね。なんでお前そんなこと言うのというと、僕一つ一つの部品知ってますから、で僕買ってますからその部品ね、そんなことでここまで行くともう服好きというレベルを超えてるんですね。服マニア、服オタクになってるんですけども、僕はあえてプロという言い方はしません。自分で自分のことプロっていうほど寒いことないなと思ってるからね、僕は絶対自分のことプロなんて呼ばんとこうと思ってるんですけども、何の話か忘れたけど、そういったダウンジャケットのお話をさせていただきましたので、 C チーム以上となりまして、次 D チームに移りたいなと思います。はい、それではね、ラスト D チームが来ていただきました。で、D チーム、まあいきましょう。これさっきダウンジャケットでヌプシ見ていただいたんですけど、それのね、ベストバージョンでございます。で、ベストバージョンやけども、これ海外モデルやからね、ちょっとやっぱり身幅大きいんですよ。だからなんかベストやけども、なんか似合ってないよねと。まあ僕が悪いんですけどね、僕やと似合ってないよねっていう感じになると思うんですけど、これも同様におそらく M サイズで購入してると思いますが、すみません L でした、だから似合ってないんだ、申し訳ない。 L サイズということでね、次に行きたいなと思います。次がですね、こちらモンベルのスペリオダウンということで、これはもう結構あんまり服が好きじゃなくても買っちゃいますよね。っていうのも値段がね安いんですよ。1万円ぐらいで購入できて、なおかつこういうカーディガン感覚で着れるダウンジャケットって結構少ないんで、あ1着あったら便利やな、例えば室内冬とか寒いなと思ったらこれパッて羽織っておけば暖房効いててもちょうどいいぐらい、暑いってことはないけど、まあ、寒くもないっていうちょうどいいラインやから、これがね人気あったりすると思うんですけども、こちらスペリオダウン。そしてですね、次が同じくモンベルからなんですけども、これもう一個いいやつなんですよ。だからね、見るからに全然普通やみたいな、なんやったらペラペラやんって思うかもしれないんですけども、中の綿は一番いい綿なんですよね。センフィルパワーっていう僕も聞いたことないようないい綿使ってるんですけども、でこれはね、コスパいいんですよ、やっぱモンベルでね。このセンフィルパワー使ってゴアテックス使ってるのにもかかわらず、値段がなんと3万円台で購入できるというわけのわからん価格になってるんですよ。だこれはさすがモンベルやなと思うんですけどもね、すごいダウンジャケットなんだと。ここにね線って書いてますけど、腕のところに線って書いてあるけども、でこれがセンフィルパワーをね使われております。ただこれ一着で真冬いけるっていうわけじゃなくて、これもまあインナーというか、まあ、インナーでやったらものすごい使えるんやけども、アウター用の、ダウンじゃないというか、アウターにもなるんやけども、真冬ではちょっと厳しいかなということで、最後の最後こちらモンスターが言ってましたけども、何かというとですね、こちらカナダグースダウンジャケットでございます。名前はですね、何やったかな、確かですけどシャトーとかそんな名前やったと思います。あの海外モデルかなんかなんですよね、シャトーってね。でジャスパーかシャトーかどっちにしようかなと思ったんですけど、ジャスパーってね、あの日本モデルのやつなんやけども、まあ、シャトーの方がね僕の体型にはちょっと合ってたんでシャトーになりました。このような感じでね、カナダグースって言ったらまあ毎年人気のモデルやと思うんですけども、黒とか、ネイビーの色を買ってしまえばねスーツとかにも合うと思うんですけど、僕まあスーツ着ないんで、こういうちょっとミリタリー要素の強いような色味っていうのもね一ついいんかなということで、サイズはねこちらで
ですね L サイズを購入しておりました。ということでね、以上、何着か分かりませんけどもダウンジャケットをずらっと紹介させていただきました。まあ簡単にね、一言ずつこういう時に着ますよ、こういうのいいですよって言ったんですけども、まあ細かいところはそれぞれのレビュー動画で喋ってますので、それはまた動画説明欄下とか貼っときますのでね、気になる方は見ていただければなということで、本日はですねダウンジャケットを全て着てみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。